おはこんばんにちは、ゆきのです。朝5時50分の、さなげ駅に来ています。え？ 3 文字の駅じゃないかって？そう、実はこんなルールがありまして。特例その1。対象線区に2文字の駅がない場合、3文字の駅から始めます。3文字なら全路線にありますのでね。では3文字、さなげのミッションを発表します。100系か200系を取れー。もちろん、動いてるやつですよ。だからこの時間に来たんです。平日朝5時58分に定期回送が発車するのでね。でも今日はこの後用事があるんです。キューブの鉄道風景っていう企画の撮影なんですけどね。なので残りは後日撮影したいと思います。次は豊田線行ってみる？4文字だから黒笹かな。越戸から始めてもよかったかな。梅壺で乗り換えます。4文字の駅、黒笹に到着です。黒笹のミッションはこちら。名刺公社の豊田市行きを取れー。早速やっていきましょう。この列車が名刺公社ならもう移動できちゃうよねー。まあそんなに甘くはないよねー。ミッション中だけど次の駅決めていいかな。近いし神豊田で行くか。そっちじゃないってこっちに来てよー。あ、来たわ。神豊田に向かいましょう。先に次の駅決めますね。順番的に海線に行きたいかも。となると6文字だから北新川かな。では5文字、神豊田のミッションはこちら。1から10、50から54記号のどれかが車で待機せよー。地下鉄直通路線だからやれるミッションですね。対象は14編成。確か半分ぐらいはもう入庫の時間だったかな。あれちょっと待って、名鉄車ってことは。さっき黒笹で取ったやつが折り返してきたわ。もう50番台はいいんだよー。豊田市に着きました。自由駅に乗り換えます。案内がないから海線は乗り換えないとね。足踏みデッドマン電源は名鉄によって封印されました。自由で 6014F2 を乗り換え。6文字、北新川のミッションはこちら。構内踏切を通る列車を取れー。もう通りますよー。路線図見たらわかると思いますが、7文字ってこの2駅しかないんですよ。どっちがいいかなー。どちらにしようかな。天の神様の言う通り。はい、三河八橋にしますか。6014F が帰ってきたわ。自由でさなげ行きにお乗り換え。おいでん祭り臨時のために 3500K が来ています。終了後もしばらく三河に残るみたいですよ。7文字、三河八橋に到着です。ミッションはこちら。自販機でアイスを買って食べましょう。抹茶がいいかな。
ます。うまー。あとこれだけだよ。ごちそうさまです。ゴミはちゃんと持ち帰りましょうね。さなげ駅来たから乗りますか。あ、今文字増えリレー中だったわ。次は8文字？碧南中央、9文字か。うんと。8文字がない。でも動画時間がちょっと足りない。騒音な時は、特例その2。あまりにも早く頂点に達してしまった場合、逆に2文字、3文字に向かって下っていきましょう。駅名文字減りリレーですね。例えば、JR 大田線でこの企画をやった場合、スタートは姫駅、根本、小泉、美濃加合、もう頂点に達したので折り返します。下切り、多治見、上、がゴールです。身近にめっちゃいい例がありましたわ。梅壺で下車。言い忘れてましたが、今は6文字の三好が丘に向かってます。中間車のドア操作久しぶりに見たわ。6文字、三好が丘のミッションはこちら。面接車のトヨタ CG をトレー。黒笹もここも三好市なので、似たようなミッションにしてみました。なんか神尾台の北改札にめっちゃ似てる。次、5文字は平戸橋でいいよね。さらにその次は梅壺にしようか。はい、1本目は名刺校です。あら、反対側も名刺校だ。あ、来たわ。梅壺でさなげ行きにお乗り換え。5文字、平戸橋に着きました。平戸橋のミッションはこちら。ホームいっぱいに止まる列車を待ちましょう。平戸橋のホーム有効長は4両分です。つまり4両編成が来るまで待機せよ、ですね。4両編成来ましたわ。次の梅壺のミッションはこちら。名刺校舎と名鉄車、ほぼ同時発車を目撃せよ。これ、訂正があります。並ぶことはあっても、同時発車はないかもです。なので並んだら OK にします。ドアを閉めます。でも両方名刺校舎だからクリアじゃないですね。あっちから3150型が来てます。あとはこっち側に来たー。3文字か、こちらの反対方向に向かってるから海線かな。じゃあ、カリアにしますか。豊田市で、3519F の自由駅にお乗り換え。やったー、カリアまで乗り換えなしだー。カリアに着きました。最後のミッションを発表します。JR311系を目撃せよー。確か今年の改正で運用が激減したはずです。
1時間半ほど経過しました。これ本当に大丈夫なのかな。あ、311系だー。新快速豊橋だって、まだ優等種別の運用あったんだ。しかも2本いるわ、10連じゃん。これでようやく帰れますわ。今回は、3文字のさなげスタート、7文字の三河八橋で折り返して、3文字の狩山で旧駅を巡りました。やっぱり10時間ぐらいかかるんだね、この企画。では、そろそろ終わりたいと思います。来週は、中部の鉄道風景です。次回の文字笛は、終わりの方に行こうかな。では、ご視聴ありがとうございました。